おはようございます。出発の時間を1時間で間違えていて飛行機が何年早いんです。はい、おはようございます。今からですね、秋田旅行や山形旅行行くわけなんですけども、時間がね、もしかして飛行機に置いていかれるかもしれないということで、僕起きてまだ8分なんです。シャワー浴びて戻ってきました。はい、急げ急げ。到着しました。こちら伊丹空港北です。今が朝の7時20分なんですけど、8時の、飛行機なんでなんとか間に合いました。ありがとうございます。エスカレーターまた化粧室の使用はお控えください。はい、山形県へ到着しました。山形駅周辺ということで、今からですね、山寺という観光名所みたいなところに行こうかなと思います。で、そこからチェックインして、で夜はなんか皆さんにインスタグラムで教えていただいた、ご飯屋さんに行くのかな。わかんない。わかんないね。まあでも教えてもらったところもいっぱいあるので、なんかラーメン屋とかも結構あったみたいなんで、そこら辺もね、行きたいなと思いますので、皆さんありがとうございます。ではまず山寺行きましょう。ラーメンもある。うん、でもそばも美味しいらしいよ。うん、そばにしよう。私ラーメンで締めようかな。冷たいトリラーメン。うん、あとスモークとか。いい。めちゃくちゃ美味しいです。タレが甘くて。お、すみません。うん、美味しい。完成入れる。これ食べていいの。もう食べていいの？麺も引き締まってて美味しい、ひんやりしてる。分かった。それでは先端の階段登りましょうか。これ上上がったら何やんの？景色がなくて壮大な。ああ。いや、登った人にしか見れない壮大な景色。この人こういうのが好きなんですよね。だからあんな見に行ったりとか、なんか見て見に行ったりしてますけどもね。行くか。壮大ですね。何感じた？なんかパワー。生命を付与してくれるので、ごちそうさまですって。飯の話やの。あ、おたまじゃくし。そう、おたまじゃくしめっちゃいる。だってこれら全てのものに生命を付与してくださるって書いてるからさ。ほな、宗教は神道やってことやね。君わからない。神道かわからへんのに神社来てんの。帰りになるんですよ。神道を信仰してるっていうところでよろしい。うん、そうしたこと。その時その時にさ、臨機応変に行こうや。そうか。どうでした？どうやった？疲れた？足のどこが筋肉痛なの？ふくらはぎ。ふくらはぎ筋肉痛？くるくるしてる？うん。そうそう、俺。あかんの？うん。熱い。足のですね。皮を見ながらっていいよね。はい、それでは夕方になりました。今からね、ご飯食べに行きたいなと思うんですけども、すっごいホテルが当たりです。アーバングレイスホテルズっていうところなんですけども、ここのね、動画まだ撮れてないんですけど、すっごい当たりだよね。うん、
めちゃくちゃいい感じだったんで、ぜひ山形来た際は皆さん泊まってみてください。周りは何もありません。コンビニも近くにありません。我々一同は、晩飯難民になっております。本日がちょうどね、7月の10何日ですか？海の日っていうことで祝日大丈夫ですか？海の日の最終日っていうことで、もうどこもお店がやってないんですよね。一応ご飯はどこに行くの？一応山形和牛。あ、米沢牛？そう。いいな。ちょっとここ米沢牛どうでしたか？甘くて美味しかった。甘くて美味しいね。お腹いっぱいなんだな。お腹いっぱいですね。もう7時前なんですけどね、もうホテル帰って寝たいなと思います。なんかまだやる？ちょっと買い物とか行こうよ。ちょっと買い物するか、じゃあ買い物したら寝ましょう。はい、はい。はい、おはようございます。2日目の朝ということで、今からチェックアウトしていくわけなんですけど、ホテル皆さんどうです？結構綺麗な感じでしょ。でね、浴室とあとトイレは奥なんですけど分かれてて、でそんなここ高ないんですよ。普通のビジネスホテルみたいな感じなんで、結構おすすめがあるんです。これ以上向こう行くと嫁荘のコーナーになっちゃって、とんでもないぐらい汚いので、そうです、めっちゃ綺麗なんですけどね、まあこんな感じでチェックアウトして、今から2日目の宿の方に向かうんですけど、ちょっとレンタカー借りて移動しないといけなくて、結構山の方なんですよ。でその外観が綺麗なんで、そこにちょっと行きたいなと思いますので、移っていきましょう。じゃあ僕先に出ます。何だかそうなの。じゃあ行きましょうか。いただきます。最強塩。うん、まいただきます。お塩入れても美味しそう。はい、綺麗やな。ね。うわ、綺麗。うわ。めちゃくちゃ綺麗。いかがですか、梅野さん。すごいね。いいですね。いいですね。この外側にね、銀山っていうところがあって、銀が取れる場所があったらしいんですよ、昔は。今はもうないらしいんですけど。で、こんな和な感じの部屋に泊まらせていただきます。車で結局さくらんぼ東根っていう駅から40分ぐらいかかりましたかね。1時間ぐらい。そうだね、1時間かかってないぐらい、ね、ちょっとした観光地みたいです、うん、で手洗いもね、綺麗な感じになってますし、風呂場だけちょっと別みたいなんで、ちょっとゆっくりしましょう。苔を取る嫁僕たち今、山の上登って銀のなんか鉱山のとこ見に行っております。嫁はね、こういうとこね、夜になったら怖いって言うと、わ、すごい神秘的、すごい綺麗ね。それでは頂上の方へも来ました。見てください、こんな感じで綺麗なところにね、到着させていただきました。あれが銀山のとこなんかもしれない、入り口。あ、入れるの？わあ、すごい。すごい。どうなってる？なんか深い。うわ。洞窟の中です。大丈夫？これの上から音が鳴っちゃう。いいじゃね。アユのコンフィ。ガラスの手打ち壁に。
はい、おはようございますということで最終日の朝になってます。今から朝ごはん食べに行きます。温泉卵終わったらこちらタレですので、でこちらお豆腐お味噌漬け食べてみてください。はい、いただきます。締める。ね、自由人って言われてますあれからチェックアウトして、コーヒー屋さんに来ました。こちら、東さくらんぼ東根駅が近いですかね。あ、そうです、はい、近く村山駅が近い。村山駅が近いところなんですけども、ぜひ皆さん来てみてください。あんまり言わん方がいいですよ。そう、大丈夫です。言ってもいいですか。はい、大丈夫です。まだ1年ぐらいなんで綺麗な感じなんですけどね。まさかオーナーさんがね、元、公務員の人やったっていうことで、自由な人なんで、よければお話ししてみてください。本当にありがとうございました。すみません、ありがとうございました。次は学校の跡地の、お店屋さんに来ました。懐かしいな。すごい学校で感じました。こんにちは。ありがとうございます。すみません。じゃあ本日のピザ、これはマリナーラです。めちゃくちゃ美味しい。マジで生地も美味しい。もちもち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 。僕ナンバーワンだよこれ。うまい。今度さ、あのオレンジ撮影化してもらうじゃん。だからオレンジにすると、うん、あと今度あのフォーエバーイニーかな。はいはい、構成会社さんね。そこと、うん、あとこれ大家さん。大家さんね。これは大家さんごますんねんな。ここ実家。誰の？あ、僕のね。あとこれ自分用に。自分ね、うん、下のやつとかは初めて食べようかなってですよね。これしれっと上積みされてわからんくしてるけど、牛すじのカマコンとかカマコンとかね、シビア使ってんねんな。あとはカキのコンとか。はい、ということで、関西帰ってきました。今家の方向かってるわけなんですけどもね、今回でとうとう47都道府県全部日本一周っていうのをね、ようやく完結させることができました。本当に皆さんありがとうございます。この47都道府県でいろんな人と出会わさせてもらって、さっきもそうやったけど秋田でね、あの非常に出会いもありましたし、それ以外にも一番最初に行った四国、バイクで行ったところね、あそこから視聴者さんとお会いさせてもらっていろんな話したり、沖縄行ったり北海道行ったりで、いろいろ行ったりしましたけども、まあその中でね、僕がいろいろ思ってることって言ったらね、よく聞かれるのがどこが良かったですかとか、どこが嫌でしたかとか、いろんな話聞かれるんですけど、まあはっきり言ってね、行ってしまえば場所ってそんな違いないんですよね。建物とかは多少間違いはあるけど、でまあご飯もまあまあちょっと違うのはあったりするんだけど、結局はまあ、印象残ってるっていうのは、まあ、飯とやっぱ人やね、まあ、この2つがやっぱ印象的に残ってて、まあ、飯はそこじゃないとないっていうのもあるし、で人に関しては確かに喋る方言とかちょっと違うんやけど、結局なんか人のなんかこういい人はどの県に向いてるなっていうところに思うし、逆に、よくわからない人もいろんな県に向いてたしさいやなんかあの普通にその辺の人とかさ、あタクシーのうんちゃんとかさ、まあ一度に経験がこの、まあ、30代前半というところでできてよかったなと思います。まあ、死ぬまでにはもう一回日本2周目とか、そもそも3周4周って全然回りたいなと思ってるんで、動画にするかちょっとわからないんですけど、まあ、今回企画でね2021年ぐらいの10万人企画ということで、日本一周走らせてもらって本当ありがとうございました。ここからはね、特に今日本一周っていうのは今のところはないんですけど、まあ、近々ここ2、3年以内には海外にもちょっと行きたいなと思ってまして、それをまた改めてね、どんなことをするのかとか、もしかして海外展開していくのとかね、いや海外でなんか仕入れんのとかっていうのあるかもしれない、またその辺もお話していきたいなと思いますので、今回はね、日本一周皆さんご協力ありがとうございました。嫁さんも、カメラマンとして来ていただいてありがとうございました。はい、ということで終わりにしたいなということで、本日はですね、日本一周47都道府県完結ということになってました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。